hunger. Why? Please, we need to the slaughterhouse. Slaughterhouse contains easy vitro beef culture. エレガードは上手かもしれないだろう。きっと連中は金曜のスパイか何かに違いねえ。
踊ろうぜ。
し入った。こいつは NCPD が羨ましがるほどのデータだな。写真に診療記録、神経可塑性に対する脆弱性、何かのデータベースね。ペラレス夫妻の脳のスキャン画像、生物学的特徴、神経可塑性。うわ、それは何だ、その青いやつ。新しい神経リンク。奴らは監視してるんじゃない、脳をいじってるのよ。ってことは我らが清き政治家は誰かに操作されてたってのか。そう、赤い点は海馬にある記憶の残留物よ。青の方に滲んでるのがわかる。つまりどういうことだ。二人の脳に新しい記憶を植え付けて人格を改変してるの。これは大ごとよ、ジョニー。マジかよ。ペラレス夫妻以外にも実験台がいる。急いでデータをダウンロードしろ。誰かが追ってきたらそいつが犯人だ。くそ、データを消去してる。バレたみたいね。データベースへの侵入にも気づかれた。俺たちの正体はどうだろうな。何か分かった？まず落ち着いて聞いて。想像以上に大変なことが起きてるみたいなの。どういうこと？二人は洗脳されてるのよ。奴らはあんたたちの脳をスキャンして何らかの方法で操ろうと。待って、ホロではやめて。じゃあそっちに行く。ダメ、二人だけで話しましょう。ジャパンタウンにラーメン屋があるの。今座標を送る。分かった、じゃあそこで。クロームをアップグレードしたい。じゃあ始めるから腰掛けて楽にしてちょうだい。
準備はいいのね。ジアン、あら、カンファー、これでそう。どうぞ。来てくれてありがとう。なぜ家じゃダメだったの？あなたに話しておきたいことがあって、ジェフのいないところでね。まあいいけど。その、ごめんなさい。ちょっとまだ気持ちの収まりがついてなくて。Yo, yo, yo, my tumors, rumors, and humors, Mr. Whitey here. 最後に会ってからそんな経ってないけど、あれから何かあったの？いえ、あるにはあったけど、最近のことじゃないわ。長い話よ。正直、どこから話したらいいのかもわからない。大丈夫よ、焦らなくていい。実はね、少し前からジェフの言動がおかしいことに気づいてはいたの。性格が私の目の前で変わっていった。まるで別人みたいに。例えば？読書をやめたり、好きな映画の題名を忘れたり、一晩で音楽の趣味まで変わったのよ。お兄さんのお墓参りに行こうって言った時は、自分は一人っ子で兄弟なんていないって言い出して、それ以来何か悪いことが起きていると思い始めたの。何か恐ろしいことが。それもジェフだけにじゃなく、あんたにも何かしらの変化が。すぐにではないけど、おかしな行動をとるようになったって何度か友人に言われたの。辛かったでしょうね。ええ、もう何が現実で何がそうじゃないのか分からなくなった。ってことは最初からこうなることは分かってたのね。誰がなぜどうやってやってるのかは分からない。でも私たちは操られてる。家にあったあの隠し部屋。ええ、前に見てるはずなの。でもなぜか思い出せなくて。それが怖いの。昨年ライトシティ議会は全部で32人。ジェフには何も話してないの？話そうとはしたわ。でも聞く耳を持たなかった。考えすぎだって笑い飛ばされたの。以前ジェフが行ったことのない夫婦旅行の話をし始めたの。帰ったらすごく詳細に話すから、つい信じそうになったくらい。あんたが忘れてたってことは、旅行の記憶が消されてたのかも。やめて、そう言われると何が何だか分からなくなる。まだ隠してることがあるんじゃない？ある夜、家で知らない人がモニターをいじってるのを見た。でも私はもう自分の目さえ信用できない状態になってたから。で、何もしなかったの？どうなったのか覚えてない。翌朝警備スタッフには話したけど、どうせカメラには何も映ってなかったんでしょう。ええ、きっと夢でも見たんだろうって。スタッフに映像を見せられた時は頭がおかしくなったんだと思った。そしたら次の日連絡があったの。誰から？奴らよ。そのうちの一人、加工された男の声だった。何者かは名乗らなかったわ。その男と何か取引したの？いえ、幸せな暮らしはいつ消え去るかわからない。夫のことを考えろって言われたわ。切った後、履歴は残ってなかった。まるで何もなかったかのように。だからお願いよ、ビン。何があっても絶対にジェフに知らせるわけにはいかないの。彼の命がかかってる。合計するとこれらの企業の純利益は数十兆ユーロドルという途方もない額になります。あんたはプログラムされたことを言ってるだけかもしれない。他の誰かが書いた台本を読んでるだけで。私はただ愛する夫に無事で、そして幸せでいてほしいだけよ。それもプログラムかも。ジェフに本当のことを言ったら、彼のことだもの自分で調べ始めるに決まってる。絶対に言っちゃダメよ。きっと
壊れてしまうから。ジェファーソン・ペラレスに一票。嘘でしょ、誰かに自分の頭をいじられてるのにこのまま放っておくつもり？他にどうしろっていうの？殺されるかもしれない、夫が奪われるかもしれないのに。だから私にも嘘をつけと。ジェフには SSI がホルトとグルだったっていう。あなたは口裏を合わせてくれるだけでいい。脅迫されてるんでしょ？なのに SSI をクビにする気？勇気は認めるけどリスクが大きすぎる。私たちにあんなことをしてる上に隠し部屋まで作ってたのよ。私の家にあの部屋がある限り安心して夜も眠れないわ。そうでしょ？家じゃなくても嫌だけどね。この先 SSI に何をされても全部私が責任を持つ。だからお願い、ジェフを巻き込まないで。うん、ジェフと会えるように手配しておく。場所はレコンシリエーションパークで、明日になったら私はこの会話を覚えてないかもしれないから、くれぐれもお願いしたことを忘れないでね。忘れないけど、それ以外は約束できない。さよなら、リー。ぶっ飛んだ話だな。全く哀れな連中だぜ。にしても記憶が重なるとか人格が変わるとかどっかで聞いたような話だな。俺たちは相手が分かってるだけマシか。で、あんたならどうした？陰で糸を引いてるクズどもを誰かがまとめて始末すべきだ。ペラレス夫妻を危険にさらしても、誰かの操り人形と化した市長なんて何をしでかすかわからねえ。だが確かに二人を危険にさらす可能性もある。 V、 これは難しい選択だな。どう思うんだ？言ってみろよ。少しが楽しめそうで。ゴーゴーゴー。楽しませてくれよ。Go, go, go!
丈夫大丈夫、あのかじり傷で楽しませてくれよ。なんだと？頭がいかれちまったのか？必ず後悔することになるぞ。今に分かる。お祝いごとにはシャトピケット。
보장금을 삼을 대상으로 100% 안전한 직장 이동을 보장.
丈夫。何なんだよ。
思い知ら。
걱정을 갖고 싶지만 안전이 염려되시나요? 칸타우렌 부장... 100% 안전한 직장 이동을 요청합니다. 始末してほしい男が相手は元に終わりやがる死にたくないんだ。
うだけの詳細は店舗を見てくれ。そんなのにしろよ、頼む。俺の強さを思い知らず、どうして終わった時間だ。
それが人との接し方。For broods and squares.
Internacional Armas. Creemos en el derecho a portar armas. Creemos en la libertad. あなたの正体は知ってる。何者なのか、何が望みなのか。火遊びは火傷だ。一線を越えて。何なの？ 突然、自分の腕があなたを殺そうとしてきたら？大人気 BD、イブサ反応の結末をお見逃しなく。ニコーラ！テイストナーブ！Chewers, shroomers, and fumers, Mr. Whitey here. Drop that milk toast kibble and rush to the nearest store for a taste of sweet, 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 clean speed. Cause life is too short to be slow. エリザベスに聞いた。やはりプロを雇ってよかったよ。というと、エリザベスは何て言ってたの？具体的には何も。SSI がホルトのスパイだったってことだけだが、君が得た情報は？実は黒幕はホルトじゃない。事態はもっと深刻。夫婦の危機を救えるのはミスタースタッドだけ。敵はあんたとエリザベスの頭を乗っ取ろうとしてる。どういうことだ？例え話か？奇妙な夢を見たり、記憶が途切れたりするのはストレスや働きすぎのせいじゃない。何を言おうとしてるのかわからんが、いい話じゃなさそうだな。わからないの？あんたの脳はぐちゃぐちゃなのよ。裏 BD ショップの安売りワゴン並みにない。謎かけに興じるつもりはない。要点を言いたまえ。誰かが二人の人生を操ろうとしてる。 SSI はその手先よ。
さかによってナイトシティが侵略されているのは、あんたの家には隠し部屋がある。解放されて7年。これからも私たちはどういうことだ。中のテックを見たらもっと驚く。あんたと奥さんのことは全て筒抜けよ。一挙一動が監視されてる。そんな、あんたの人生、進路もキャリアも作られたものだ。確かにいくつかの幸運が重なりここにいるとは思うが、あんたの考え方、性格、その懐疑的な態度も奴らが作り出したのよ。そうやって連中にとって都合のいい市長に仕立て上げられてるの。粘土細工のようにね。くそ、 SSI を誰に紹介されたか思い出さなくては。今のあんたは自分の記憶すら信用できない。遺伝子が自分に合ってない。バイオテクニカが完璧なあなたを実現します。無認可の信用。もしそれが本当なら、何が本物で何が作られたものかわからないじゃないか。待てよ、あの侵入者を見つければ。はっきり言ってそれは無理だと思う。とにかく見つけ出すんだ。そして黒幕の正体を吐かせる。連中の悪事を白日のもとにさらしてやる。冗談でしょ。どうやって戦うつもり。頭の中を操る正体不明の組織、行動はお見通しどころか向こうにプログラムされてる。何か方法があるはずだ。悪いけど喧嘩にすらならない。勝ち目はゼロに。そうだ、エリザベスにも教えないと。ロクさんは全て知ってる。は？どうやって？ある時気づいたそうよ。でもだとしたら私に話すはずだ。夫と娘の身を心配してたのよ。わかるでしょ。妻が私に隠し事をするなんてありえない。それに彼女はとにかく肝が据わってるんだ。匿名のホロで脅迫されたのよ。そして彼女は家族を守ることを選んだ。政治家の妻らしいじゃない。バカな、一体誰がこんなことを。他に私にできることは。もう十分やってくれたよ、B。あとは待つしかない。ね、まだ市長を目指すの。今さら諦めるつもりはない。ここまで来たのに。とにかく、今は待つのみだ。行動を起こすタイミングを見計らう。それこそ向こうの思うつぼよ。このまま引き下がると思ったら大間違いだ。報酬には期待したまえ。ではな、ビー。幸運不運なやつだがな。さて、どう思う？なんとなくだが、黒幕は人間じゃなさそうだ。宇宙人？バカか。お前みたいなひよっこは知らないだろうが、自分の腕があなたを殺そうとしてきたら、不良 AI が話題になったことがある。宇宙人みたいなもんじゃん。なんとでも言え、重要なのはあいつが戦うことを選んだってことだ。生かすぞ。あ、やば。
What do you get when you take steaming macaroni and drown it in melted sin cheddar? Hallelujah! It's mac and cheese. That's right. There's a driver. Can I call a taxi? Taxi is not bad. I'm a little bit scared. I'm afraid of the crowd. I'll show you how お前は街で一番だと聞いた。一番年ごとをするのは好きだな。同時に安くねってこともしてる。その評判が本当なら何にでも対処できるはずだ。だからいちいち説明はしねえ。さあ答えろ。お前にやれるか。それとも評判は間違いだ。分かった。やる。じゃあジャパンタウン。 Empathy, your final destination for sensation. おい、ちょっと。
Thank you.
作品《机密地点重现》。